はい、アメシャワールドの公式 YouTube チャンネルです。本日はですね、カスタムカーデモカー紹介、こちらジープグラディエーター、こちらを紹介します。こちらの車両、2022年モデルのジープグラディエーターで、請求入社福島郡山のボディテックオルティスさんの在庫車両になります。この車両、正規入社、右ハンドルの正規入社がベースなんですが、エクステリア、足回り、とにかく手が入ってます。で、この車両に関してはですね、ボディテックオルティスの山田社長にちょっと解説していただきたいと思います。はい、で、まず一番目に飛び込んでくるのはこのタイヤホイール、ごついタイヤホイールなんですが、ホイール、フュエル、山田社長、このフュエルのホイールなんですが、商品名は、コバートという商品ですね。フュエルのコバート、はい。で、タイヤ、タイヤは日東のマッドグラップラー、はい。これサイズは、37の13.5の17になります。37の13.50の17、はい。結構大きいですよね。そうですね、はい。タイヤホイール前後共通なんですが、山田社長、このタイヤなんかほとんど使用感ないんですが、このタイヤに交換してからこの車両ってどれぐらい走ってるんです？これつけてからは多分500キロぐらい。500キロぐらい、はい。あ、じゃあもうほとんど新品同様ですね。そうですね、はい、はい。グラディエーター、 JL ジープラングラーのアンリミテッドあたりと比べて全長が長いんで分かりにくいんですが、山田さん、これ車高結構上がってますよね。そうですね、足回りで 3.5 上がってます。足回り 3.5、はい。あ、じゃあちょっと見てみます。はい、こちらフロントの足回りなんですが、山田さん、これ足回りはフォックスのキットですか？あ、フォックスのショックに、サスはちょっと違うんですが、 3.5 のサスになります。 3.5 インチアップキットの、キットじゃないな、 3.5 インチアップのコイルスプリングにフォックスのダンパー。そうです。で、ラテラルロッドとかも変わってますよね。車外になってますね、はい、車外で、ステアリングダンパーもフォックス。そうです。で、これはじゃあ下駄をかましたりしてるんじゃなくて、もきちんと足回りで上げてるわけですね。そうですね、サスで上げてます。サスで、はい、はい。こちらリア、リアも、リフトアップサスにダンパー、はい。でラテラルロッドとかはリアは？リアはついてないですね。ついてないですね、はい。ダウンブラケット、はい。で、ダウンブラケットで、はい。で、下回りもこの車両すごい綺麗ですが、はい、これ足回り組んだのいつぐらいなんです？部品をつけたのは半年ぐらい前ですね。あ、まだそんなもんなんですね。はい。あ、で、これマフラーも変わってますね。そうですね、はい。はい、今マフラー変わってって言ったんですが、両サイド出し、これチップ部分、出口は変わってるんですが、太鼓とかはモパーですね。なんでマフラーはこのチップ部分だけで、これ両サイド、左と右両サイドから2本ずつ出てます。はい、もう一回戻って、こちらオーバーフェンダー37×13.50、まあ、かなりファットのタイヤがついてるんですが、これ山田さん、これオーバーフェンダー自体は純正ですか？そうですね、オーバーフェンダーは純正で、あのワイドボディキットをつけてます。あ、ここですね、はい、このエクステンダーというかエクステンションか、ワイドボディキットだから、この分だけ外に純正のオーバーフェンダーが出てる感じなわけですね。はい、はい。で、足回りリフトアップしてタイヤも大きくなってるんで、当然車高が上がって乗降がしづらくなってるんで、サイドステップついてるんですが、これなんかですね、ロックレール風のシンプルな、デザインで、前後にこのステップがついてる、かなりシンプルなのがついてます。これはおそらく、下回りをなるべく邪魔しないようにですね。はい、で、このフロントのバンパーなんですが、山田さん、これも社外品ですよね？そうですね、ルビコン風バンパーになります。で、これ最初からこのウインチを内蔵してるわけですね。はい。
で、このバンパーにこのカンガルーバーみたいなのが内蔵されてるんですが、これちょっと面白いですね。はい、はい、でこの車両で特にフロントからで目立つのがこのですねサーチライトなんですが、山田さん、これってここの土台ステーの部分、この辺も全部セットになってるんですかね。そうですね、そのサイドのと上がセットでですね、これとこの上の7連、はい、じゃあ8連か、はい、そうですね。で両サイドにあるんで全部で10個、はい、でこのステーまで全部含めてキットなわけですね。そうですね、これすごい目立ちますけど、これってアフターパーツで売ってるんですか。そうですね、アフターパーツでこれがすごく高いんです。高い、はい、ざっくりどれぐらい。50-60万はするんじゃないかと。そんなにするんですか、はい、それはすごいな。はい、でリア周りで目立つのはこのベッド部分のラック。山田さん、ちょっとこれリアゲート開けてみていただいてよろしいですか。ここですか。はい、でこれなんですが、これベッドラックとかそんな名前でしたっけ。そうですね、ベッドラックですね、はい、Gローズだったと思います、はい、でこの辺もセットになってるわけですね。これめちゃめちゃ目立ちますね、サーチとかも内蔵してて。はい、山田さん、このベッドラックなんですが、このベッドラックのサイドについてるの、これなんかロトパックス、ベッドラックとなんかメーカーが違うみたいなんです。これは何なんでしょう。これはアフターパーツで小物入れですね。小物入れ、あ、じゃあこれはベッドラックとはまた別のアイテムなわけですね。あ、そうです、はい、でいちいちロックがかかるようになってるわけですね。そうですね、はい、でこれ右サイド、これ左サイドにはまた違う大型のものがついてるの、これは何になるんですか。サンドラダー、砂浜ではまった時に、緊急時にこれをタイヤの下に入れて脱出するやつですかね。はい、そうです。あ、こういうものが付けられるようになってるんですね。これもまた別のアフターパーツなわけですね。そうですね、まあいろいろついてますね。はい、あ、こんな感じで開くわけですね。これこのベッドラックもこの横のアイテムボックスなんかもほとんど使った形跡がないんですが、これほぼ新品。そうですね、はい、でこれなんか独特の質感がありますが、これはラプターライナーです。それラプターライナーで、はい、最初から。いや違います、うちで。あ、これ塗ってるんですね。そうです、わざわざ。これはごついですね、なんか軍用車みたいです。で山田さん、ちょっとさっき気づかなかったんですが、改めてこれオーバーフェンダーとかこのトップルーフの部分もこれやっぱりラプターライナーですか。そうですね、通常と質感が違うんですが。はい、うちでラプターライナー施工してます。あ、じゃあこれはあえて塗装してるわけですね。はい、そうです。はい、こちらエンジンは 3.6 リッターの V6 ペンタスターグラディエーターですんで、 JL もこの V6 になるんですが、山田社長、これエンジンはノーマルですかね。エンジンはノーマルですね、はい、で普通の、ディーラーのフルノーマルのエンジン。はいはい、はい、次内装インテリアなんですが、山田さん、これ内装は基本フルオリジナルですかね。そうですね、はい、でジープグラディエータールビコン純正なんで、ブラックのレザーシートに赤のステッチで、ステアリングのステッチとかも赤ですし、インパネも赤なんですが、山田さん、これこのエアコンの吹き出し、これなんか違うように見えるんですが、それはアフターパーツですね。これカップホルダーですか。あ、そうです、はい、ちょっと出してみていただけますか。あ、こんな感じで、これ純正アクセサリーですかね。あ、純正ではないです、ね、アフターパーツ、はい、あ、これいいですね。でグラブハンドルとかも純正アクセサリー、まあ ETC とかドラレコがついてるぐらいで、内装は基本オリジナルですね。はい、こちら鉱石も純正で、鉱石ほぼほぼ使用感ないですね。まあ足元はちょっと
使ってる感じありますが、すごく綺麗な状態です。ルーフとかも綺麗。はい、今運転席座ってるんですが、フルオリジナルですね。で、正規入社ですんで、ナビも日本のナビが、設定されてます。で、この車両なんですが、走行距離1082キロ。これですね、トリップメーターじゃなくてオドメーターです。まだ走行1000キロ、まあ、ほぼほぼ新車みたいなもんですね。はい、こちら2022年モデルのジープグラディエータールビコン、車両本体価格1080万円。この車両ですね、1080万円、1000万円を超える車両本体価格はかなり高額なんですが、ほぼほぼ新車のディーラー車をベースに全部新品パーツでカスタムドレスアップされてます。足回り、タイヤ、ホイール、でエクステリア、ボディ、外装ですね。この車両にかけられた、カスタム、パーツ代だけで軽く300万円以上。で、全部新品パーツで、なおかつこの状態になってからまだ500キロしか走ってないそうです。なんで、ほぼほぼ新車に300万円以上、まあ、工賃考えればおそらく500万円超えると思うんですが、それだけのカスタムが施されてて車両本体価格1080万円。これはですね、考えようによってはものすごくお買い得感の高い中古車だと思います。はい、